皆様、ようこそお越しくださいました。善気と申します。今回ご紹介させていただきますのは、バンダイさんから発売されております、ハイグレードビルドファイターズ、スーパーフミナアクシスエンジェルバージョン、マーク2アクシスイメージカラーになります。バンダイさんから発売されております、まあ、このスーパーフミナ系のキットですね、いろいろ買い集めてるんですけども、今回はアクシスエンジェルバージョンのマーク2アクシスイメージカラーということですね。右上にこちら、リミテッドアイテムと書かれてますので、イベント限定で発売されたものです。最初の発売日が2017年の8月、お値段は税別2200円となっております。まあ今でもこれ各種イベントで販売されてるかどうなのかっていう詳しいことはわからないんですけれども、要はガンダムエキスポとかですね、ああいったもので発売されてた限定品になります。で、元となりましたアクセスエンジェルバージョンのスーパーフミナというのが、過去にもご紹介させていただきました。こちらですね、もう白ベース。この頭にかぶってる帽子の部分とか、こういったところの形状から、キュベレーがイメージになってるんですけれども、今回のキットはアクシスイメージカラー。早い話がキュベレーマーク2がベースになっているカラーリングってことですよね。で、早速パッケージですけども、正面がこんな感じ。一般店頭売りの商品ではないので、パッケージについては非常にこのカラーリングはシンプルですね。これだけ見てしまうとどんなカラーなのかよくわかんないんですけども。で、側面とかはこんな感じで、特に何ってことのない非常にシンプルなデザインしております。一周ぐるっとこんな感じですね。では、中身の方もご紹介してまいります。フミナもほんとたくさんキット出てますよね。で、まず早速一袋目ですけども、こちら。お、赤と真っ黄ですね。これ一番手前のこれポリキャップパーツですね。これを真っ赤っかです。で、この黄色のやつがまあ武装とか外装部分が多いんですけれども、この辺のシールドはベースがスーパーフミナなので、今回のキットでは使わない余剰パーツですけども、まあ捨てずに取っといて何回の時使えるって感じですかね。ここにシールがあって、反対側から見るとこんな感じで、でかい翼の部分があります。で、二袋目がこちら。ビームサーベルのこのイエローのクリアパーツ。あとはこれも使わない余剰パーツのガンダムシールドの部分とか。あとはもう真っ赤っかですね。赤が重なり合っててちょっと目が痛いですけども。で、こっちがウィングのパーツとかですね。もう片方の方です。で、三袋目。こちらが若干のポリパーツとこれ頭髪部分ですね。で、反対側がこのお股の部分ですとか太ももの部分。あとはこれ肩の関節のパーツですね。この辺は。で、こちらが、多分、お胸の谷間のペールオレンジのパーツと、あとこれはクリアのフレームですので台座の部分ですね。で、最後こちらが、これナイスパーツですね。ウエストがないかのところ、ふにゃふにゃ動くものになっております。で、反対側がフェイスパーツ。キットリーは以上ですね。過去のアクシスエンジェルバージョンと分離は全く同じですね。当たり前ですけれども。で、最後こちら、作り方の説明書。なんですが、これ中身についてはそれ専用のものではなくて完全にこのアクシスエンジェルバージョンのものがそのまま入ってる感じですね。カラーもそうですし。で、中の方に参りまして、まずはパーツリスト。まあ、やはりこのシールドの部分とか余剰パーツ結構多めですね。で、作成の方に入って、まずはボディ、そして頭部。まあ、頭部についてはこの頃のキットなので、目のシールは一番手前に貼って、まつげのところはちょっとマッキーで塗ろうと。まあ、相変わらずそう思っております。で、こちらの方で腕の作成。まあ、この辺は過去に私の方でもご紹介させていただいた通常のアクセスエンジェルバージョンと全く同じというか、まあ、他のスーパーフミナと同じ感じですね。で、内側のカラーページの方も、あくまでも今回、アクセスエンジェルバージョンの説明書でしかないので、こう、色とかもピンクとか白とかそちらの成型色での案内になってます。まあ、キットの番号とか形状は全く同じなので、特に問題なく作ることができると思います。こんな感じでビームサーベルを持たすことができますと書かれております。で、最後のページもそうですね。アクセスエンジェルバージョンのキットなので、まあ、カラーの写真がパッケージに一切ついてないっていうのは、それはそれで寂しい気もするんですよね。まあ、公式サイトの方に情報があるので、そちら見れば、ああ、こんなカラーになるんだとか、こういったところ、こういった色で塗ってるんだっていうのはわかるんですけども、せめてカラーガイドはなんとかならんかったのかなって気がしないではないです。まあ、私塗装しないんで、お前いらんだろうって言われるのはそれまでなんですけれども、説明書こんな感じですね。では、早速作成して、完成品の状態、ご覧いただきたいと思います。
何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。付属品や交換パーツ、まずはこちら左手の方から専用の台座ですね。カラーリングについては通常のスーパーフミのアクシデンジェルバージョンのものと全く同じ白いものとなっております。まあ、白というか透明ですね。ここの部分に星型のレリーフがあります。続きまして交換用のハンドパーツ。今ついているのが開き手で、こちらが握り手ですね。まあ、今回この赤色の濃い色だったので、この指の関節のところだけ、ちょこっとだけ墨入れしてみました。ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、こちらが左右一対付属します。続きまして武器パーツ類ですけれども、まず手前の方、こちらが、まあ、ファンネル、ステッキ。一応、説明書の方ではファンネルとステッキ別々に書かれてたんですけども、まあ、ファンネル、ステッキって呼んでいいと思います。で、こちらなんですけども、この状態のまま、例えば、リアスカートの後ろとか、このウィングの内側にジョイントがあるので、そこにこんな風にこう取り付けて、ファンネル、射出シーンというすることを再現することも可能は可能なんですけども、通常のアクシデンジェルバージョンの時にも言ったんですけども、まあ、ファンネル、射出シーンを再現するにしては2本っていうのはちょっと寂しいかなという気がするんですよね。ですので、こうやって1本ずつ両手で持たしたり、真ん中にジョイントがありますので、ここで接続して、この長い杖というか、こういったステッキ状にして持たすのが一番しっくりくるかなって感じですね。特にこちら塗装はしていません。で、武装類最後、こちらが、まあ、ビームサーベルのサーベル部分ですね。こちらも通常のアクシデンジェルバージョンのものと同じ黄色のクリアカラーになっております。で、こちらにつきましては、この肩の横ですね。ここについています持ち手の部分を外して、そこに接続して手に持たすことができるようになっております。で、余談なんですけども、形状は異なるんですけども、余剰パーツの中にここに差し込むことができる持ち手の部分のパーツがあるので、まあ、面倒くさければそちらに差し込んで持たせてもいいかなって気がします。2本分、両手持ちができるように2つついております。次に本体関連、まずはバックパックの方ですね。これつけたままだと自立できないので今外してありますけれども、こちらが巨大なウィング部分ですね。まあ、ベースがキューベレートで、これだけ見るとガンダムウィングっぽいそういった巨大さがあります。で、前回の通常のアクシデンジェルバージョンの時には、まあ、より綺麗にしたかったので、こういったところの、この翼の隙間ですね、について墨入れはしなかったんですけど、今回赤の濃い色だったので、まあ、した方がいいかなと思って、この辺ちょこっとだけ墨入れしてみました。この黄色いところはシールによるわけですね。で、このバックパック本体のところにつきましても、このポケットの蓋っぽいところは墨入れしました。で、このウィングにつきましても左右それぞれ可動軸が多いので、まあ、これ普通に背中にマウントした状態ですけども、前後にずらしてみたり、先ほどの回転台のをご覧いただきました。ちょっとやり方にコツがあるんですけども、ハート型のシールド状にして腕の横に持ってきたり、まあ、角度、どうしてもこの前側に持っていくのは難しいんですけれども、そういった風に角度を変えて、好きな感じでウィングに表情をつけて飾っていくことができます。まあ、正面から見た時に、手前と奥をずらして、これ4枚の羽根にするのが一番天使っぽくて綺麗かもしれないですよね。で、先ほどお話ししたファンネルをつけるところのジョイントがこう3箇所あります。左右3箇所ずつなので、それぞれ合計で12箇所あるんですけども、まあ、ファンネルステッキ自体が2本しかないので、やっぱりあのステッキってもうちょっと欲しかったですね。で、こちらまた後で背中にマウントさせますので、一旦脇に置いておきまして、スーパーフミのアクシデンジェルバージョン、マークツアクスイメージカラー本体がこちらですね。まあ、正直言ってこの色って結構きつめの赤と黄色ですよね。元々のアクセスエンジェルバージョンのカラーが、いわゆる白ベースだったのに対して、こっちはマーク2なので、キュベリーマーク2のイメージカラーということで、赤のかなり強めの色になっております。で、上の方から順に角も含めて、ごく簡単にご説明してまいりますが、まずは頭部ですね。目につきましてはシール。で、まつげのところと、この上の茶色いところですね。この目のすぐ上の茶色いところ。眉毛は色分けなんですけども、この茶色いところだけはちょこっと墨入れしました。口のラインのところもそうですね。まあ、全体的に濃い色だったので、口のところに墨入れしましたけども、特に違和感ないかなと。まあ、むしろこの方が表情がはっきりする、そんな気がしております。で、頭部につきましては、このキュベリーマーク2の頭みたいなところも、マッキーで塗ったり墨入れしたものになります。後ろから見るとこんな感じで、お下げについても軸で接続されてますので、ぐりぐり動きます。で、首につきましても、可動については、ま、そんな良くはないんですけど、この当時のキットなので、一応前に傾けたり、まあ、後ろに反らすときに、今これバックパックないんですけど、ある時にはちょっと横にずらせば、まあ、それなりに上向けますし、当然左右にぐるぐる回すこともできます。で、この胸部ですね。今回このベルトのところとか、墨入れはしませんでした。まあ、した方のは良かったかもしれないんですけども、ここの墨入れした時にちょっと濃いなと思ったのでやめました、今回は。このベルトのこのバックルっぽいところがシールになっているので、まあ、これで十分かなという気がしております。で、肩につきましては、この肩についてます、ここの部分です。これはなんかボールジョイントなので、独立して稼働することができます。一旦これ外しますけれども、ここの部分ですね、ボールジョイント。で、肩につきましても、関節が湾曲したものがついてて、外に結構出せますし、受け側の方でもこういった感じで前後の可動があるので、まあ、そこそこいい感じに肩を動かすことができます。で、先ほどお話したビームサイドの持ち手の部分がここの部分ですね。ピンで刺さってるだけなので簡単に抜くことができて、こんな感じで、ここに先ほどのサーベル部分のクリアパーツをつけることになります。
で、また元に戻しておきますけれども、まあ、やはりこの当時のキット、ポリキャップが関節に対応されているので、可動はいいんですけれども、やはりちょっと動きについては、こう、肘についても、曲げた位置で離すと、ちょっと戻ってくる。まあ、この辺がまあ惜しいところでしょうか。まあ、古いキットなので仕方がないんですけれども、で、ここの部分でロールがあったり、で、手首につきましては腕側の方に球体のポリキャップがあって、そこに刺さった手のひらが、こんな感じで角度を変えることができます。この黒いところはスミルですね。黄色いところがほぼシールで、黒い細いラインとかは私の方のスミルとか部分塗装になります。まあ部分塗装といってもここのぐらいですけどね。ここの黒いところと、まあこの帽子のところでしょうか。塗装と言えるほどのものではないんですけども、スミルではない箇所はこの2箇所ぐらいですね。で、ウエストにロールがあったり。で、腰周りにつきましてもこの両側の部分ですね。ウエストのこの赤いのが内出パーツなので、そこに刺さっているこのサイドスカート部分については、うにょうにょ角度を変えることができます。特定の位置で固定はできないんですけども、足を開いた時に、こんな感じで干渉を避けるように一緒に動いてくれます。股関節の可動につきましては、横一本の軸に、太ももの中にポリパーツによる可動が入っている、そんな感じですね。前後についても大きく動きますし、左右に開くこともできます。フロントスカートはこのまま、黄色いところはシールで分かれていて、この位置で固定ですし、リアスカートにつきましても、黄色いところはシール、全体的な位置は固定なので、この位置から角度を変わることはないです。で、足回りですね。で、ここの部分が、まあ、この頃のキットはシールなので、どうしてもこう、球面のところに平面のシールがあるので、どうしてもよれというか、シワが残ってしまいます。まあ、当時買われてお好きな方はきっと多分塗装されたんですよね。で、ここの部分にロールがあって、膝についても二重関節なんですけれども、これも肘と同じく。曲げたところで手を離すと、ちょっと戻ってくるって感じですね。まあ、膝についてはいいんですけれども、やはりこの時のキットっていうのは、つま先の可動軸までポリパーツなので、これが垂直の状態なんですけども、後ろにやっても戻ってきますし、前にやっても戻ると。ですので、バックパックとかでかいのを背負わせて、なんとなくバランスをとって立たせたつもりでいても、気がつくと倒れてるなんてことがこの頃のキットによくあります。では、この状態で、このままだと本来のキットではないので、背中にこの、でかいバックパックを背負わせて、で、ちょっとこの状態では自立が難しいので、付属されてたスタンドを、ここの部分ですね、バックパックのここの下のところに差し込んで、で、こんな感じで立たせてあげれば、いい感じに立たすことができますね。で、この横に前段とも言うべき、通常のアクシゼンジェルバージョンを並べますと、こんな感じですね。まあ、よくぞここまで色の違いだけで印象が変わるものだな、っていうふうに思われませんかね。通常のキットの方もクリアパーツというか透明なカラーとか一切使われてはないんですけれども、まあ、白でこのパールのような光沢があるので透明感があるんですよね。で、一方今回のアクシズイメージカラーの方は、まあ、元々濃い赤色だったせいもあって、よく言えば重厚感、悪く言えばちょっとくらぼったい感じにはなってますよね。ただそうは言ってもこのカラーリングこそキュベレーマーク2のカラー、そんな感じがしますので、並べた時のキュベレーとキュベレーマーク2感は非常によく再現されてるんじゃないでしょうか。スーパーフミナアクシスエンジェルバージョンマーク2アクシズイメージカラーはこんな感じでした。というわけで今回はスーパーフミナアクシスエンジェルバージョンマーク2アクシズイメージカラーご紹介させていただきました。通常のアクシスエンジェルバージョンと並べてしまうとどうしても暗いような重いようなカラーリングの印象はあったんですけども、単体で見る分にはちゃんとマーク2らしさキュベレの方ですねが再現されてて、これはこれで素晴らしいキットだったじゃないでしょうか。元々が限定アイテムで、バンダイさんのイベント会場とかで限られて販売されてたキットなので、今でもバンダイさんのそういったイベント会場でこれが販売されてるかどうかはちょっと私自身未確認なんですけれども、通販サイトとかいろんなところでちょこちょここの商品まだ見かけますよね。ただまあ冒頭に申し上げたお値段のこともありますので、当然定価で販売してないと思います。まあ無論ディスカウントもされてはないと思うんですけども、まあそれでも欲しいなって思われた方は、そこの販売されている価格と本来の価格を比較して、その差分を払ってでも欲しいかどうかっていうことをきっちり吟味して、ご購入の方は判断していただければなというふうに思います。で、このフミナ系のキットに関わってなんですけども、先日コメントの方で、ウイニングフミナのガンダムベース限定のカラーリングのものがあるというのを教えていただきまして、まあここまでフミナ系のものをこの間いろいろ購入してご紹介しているものとしましては、なんとかどうにかして手に入れたくなるんですよね。とりあえず入手の目処は立ったので、またそちらにつきましても手元の届き次第、この場でご紹介させていただきたいなというふうに思っております。スーパーフミナがお好きな方、美少女キットがお好きな方、店頭やネットでお見かけの際にお値段をきっちり吟味された上でご購入を検討されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。